パパの皿ね。そう。そう。ねえ、1個だけまだ。足なかったから。うん。エロンパパルかなりパパルで、今日は3キロもう市販で売ってる重りはここまでです。あとはオーダーでもしないと。1個で3キロっていうのは最高ですね。いや、あんのかな。まあ、Amazon ではもうない。三浦さんは5キロって言うんで、あと2キロは必要なんですけど、あと今回コンカーグは、今回じゃない、前回コンカーグは行って分かったんですけどね、高所に弱い人は体力をつける必要がある。体力をつけさえすれば、例えばベースキャンプを2個ぐらい飛ばして4000から7000日帰りで行ければ、順応しなくても自分の意識で呼吸さえしていけば高所のダメージが少なく帰ってこれるんで。でもそのためには体力がないといけない。だから体力をつけることである程度高所順応できないものをカバーすることはできそうなんですね。だからやっぱりどう考えても重りは5キロで、地上ではこのバッグ今12キロしかないんですけど、やっぱ20キロは最低必要ですね。で、上り下りをしないとダメですね。もちろん体重が重くなると、その分重い荷物を背負ってるような感じになるんで、まあ、少なすぎてもダメなんですけど、1200行くときはまでには60に絞ります。で、足5キロ5キロ後ろ20キロも簡単に行けるようになってなきゃいけないですね。はい、そんな感じです。はい。